はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、ご覧の通りこんな感じでまた食べ物が並んでいると思うんですけれども、前回やったモッパン系の動画結構好評で、コメント欄でもまたやってくださいとか、おしゃべりしてる気分ですごい楽しかったですっていう声をいただいたので、今日早速第2弾をやっていきたいと思います。でですね、今日はもう私がずーっと最近本当にずっと食べなかったこちらのピザをご用意いたしました。ドミノピザさんですね。ちょっと開けますか、早速。うー、 M サイズのピザを用意しました、一人なので。せーの、オープン。じゃーん、見てーこれいやー、美味しさすぎる、これはやばい。あとサラダもね、ちゃんと頼んだので、野菜もしっかり取っていきたいと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。では、レッツゴー!イェーイ!はい、ということで、早速いただきたいと思います。いただきます。もう本当に楽しみにしてたんです。最近私ね、動画見てくれてる方ならもしかしたらわかるかもしれないんですけど、結構食事に気をつけてたりとかしてて、こういうジャンキーなものとかもあんまり食べてなかったんですよ。もうピザだとどれぐらいぶりだろう、多分こっちの家に引っ越してきてから食べてないので、軽く半年ぶりぐらいだと思うんですけど、違うかな、それは持ってるかもしれないですけど、まあでもとにかく久しぶりです。ピザから行きよって話なんですが、サラダから食べてバリアを作ります。最初にいただきます。ちっちゃい頃とかサラダいらんくねって思ってたんですよ。ぶっちゃけなくてもよくないみたいな、なんなら付属のサラダとか多分食べてなかった気がするんですけど、大人になってからは絶対にサラダから食べるようにしてます。うん、このね、クルトンが美味しいんですよね。このクルトン、これ美味しいですよね、めちゃくちゃ。そうだ、ドレッシング、あ、にっがめっちゃ苦いとこあった今。ああ、うん、苦い。どれが苦かったんだ、紫キャベツだっけこれ。ああ、苦い苦い苦いよ。ドレッシング、炭酸ドレッシングがついてたんですよ、もともと。食事に気をつけてて、ドレッシングって結構やっぱ脂質が多いので、ノールドレッシングを買ってたんですよ、自分で。減塩サウザン。これをかけてます、今。まあ、減塩じゃない方が絶対美味しいんですけどね。落ちた。私の、クルトンちゃん。まあ、ピザ食べてる時点で、そんな気にしてもって感じだと思うんですけど、まあ、気持ちっていう感じなので。まだね、あるんですけど、これはちょっと、あ、適当な時のために置いておきますじゃあこちらいただいちゃいますか。これって切れるっけ。よいしょよいしょ。めっちゃ美味しそうじゃないですか、本当に。どれから行こう。このお肉がいっぱい乗ってるやつから行こうかな。もうめちゃくちゃ冷めちゃった。ちなみにね、今回パン生地はクリスピーなんですけど、私は本当はパンピザ、パンピザ、パン生地、ましてやチーズロールが好きなんですよ。あの耳にチーズが入ったやつ。でももうこれもあがきですよね。意味のないあがきをしています。なんか前調べた時にクリスピーが一番やっぱカロリーが抑えられるみたいな感じで書いてあったので、ピザを頼む時は泣く泣くクリスピーにしております。いただきます。ちょっとお肉が落ちそう。うん、うん。なんだっけこれ、炭火焼きなんちゃらみたいな、炭火焼きビーフですこれ。うーん、うーん、おいしい。やばい、これ私全部食べれそうでもどうなんですかね、この M サイズって一人で食べきる用のサイズなんかな、食べれそうじゃないですか。このぐらい23センチって書いてたの、手のひらぐらい出そうな気がする。おいしい。ピザってなんでこんなおいしいんですかね。うん、
今日はですね、ちょっと皆様に重大なご報告が2点ほどございます。どちらもね、すごく嬉しいご報告なんですけれども、インスタではもうね言ってたりとかしてるんですけど、 YouTube ではまだ言ったことなかったので、この機会にと思って皆様にお伝えできればなと思います。ではまず1個目の嬉しいご報告ですね。前に YouTube でも動画出したと思うんですけど、最強デニムを作りましたっていう動画を上げたかと思います。で、あの動画を見て結構いろんな方が、私も同じ悩み抱えてましたとか、私も同じこだわりあってっていう感じで、みんなで作り上げたっていうので、私もすごく力を入れてというか、まあ、もちろんいつも力入ってるんですけど、よりみんなにお届けしたいっていう思いが強くて、私的にはちょっと大丈夫かなこれぐらいの数の在庫を積んでたんですよ。その発売したオリジナルデニム最初の販売で速乾だったんですよ。本当に1回目の販売でも買えなかったですっていう方がすごく多くて、で再販の声もめちゃくちゃいただいたんですよ。で再販することも決まって、で2回目の再販も速乾で、もう私も正直本当にびっくりしてて、スタッフさんとかにも良かったですねとか言ってみんなで喜んでたんですけど、それでもまだまだお声をいただくっていうことになって、欲しいと思っていただける方全ての方にお届けしたいと思ったので、本当にこれがラストチャンスで、1週間の期間を設けて受注販売をさせていただいたんですけれども、その受注販売でもびっくりするぐらいの数の予約をいただきまして、本当にありがとうございます。皆さん、やっぱみんながこういろいろ感想だったりとか写真を上げてくれたりとかしてるのを見ると、最強のデニムに出会いましたとか、ずっと悩んでたことが解消されましたとか、本当にありがとうございますっていう声もいただいたりとかして、いやいやこちらこそと思いながら、うん、うん、これ明太もちなんちら、そうね、やっぱり私もすごく気に入ってるデニムで、でその中でいただく声でやっぱり多かったのが、空張りが欲しいですという声がめちゃくちゃ多くて、すごい形も気に入ってるし、履きやすさだったりとかもすごく気に入ってて、私自身も空張り欲しいなって思ってたんですよ、ぶっちゃけ。でもみんなからの声で実際に届くのを見て、スタッフさんとこれはちょっと空張り検討しますかみたいな話になり、ついに空張りを作ることが決まりました。ありがとうございます。本当に嬉しい。形だったりとかサイズ展開とかもそのままで、本当に色だけ違うバージョン、あと革パッチもブラックの方のデニムはスペシャルパッチというか記念の革パッチになってたので、革パッチもちょっとまあ変わったりとかはするんですけれども、本当にあのままの形でカラーだけが変わるっていう感じで、 YouTube でご報告するのが遅くなってしまったんですけど、インスタの方でもうすでにカラーのアンケートはもう取ってあります。まだその結果はちょっとシェアできてないんですが、本当にみんなからの投票で一番多かったカラーを制作いたします。で販売期間なんですけど、これは本当にまだまだ未定だし何にも決まってはいないんですが、今年中にはっていう感じでスタッフさんと今話しております。なので前回のねデニムもゲットできなかったという声も実際に届いたりとかしているので、新しいカラーの方もぜひぜひ皆さんチェックしていただけたら嬉しいなと思います。自信を持っておすすめできるデニムを作ることができたので、こうやってまた新しいカラーを届けることができるってなってめちゃくちゃ嬉しいです。うん、お餅と明太子本当に合う。なんでこんなに合うんだろう、誰が発見したんでしょう。あ、チーズもか、お餅明太子チーズ、明太もちチーズ、もち明太チーズかな、何が一番安いんだろう。チーズ明太もち、チーズ明太もち、チーズもち明太、おーチーズ明太、違う違う違う、もっチーズ明太もっチーズとか、もちチーズ明太、もち明太、うん、来ました今、飲みたの。おいしい。はい、ということで、まず1個目のね、重大ご報告でした。そして、そして、2つ目の重大ご報告がですね、これはもう、スペシャルですよ、もう。さっきのもスペシャルでしたけど、こっちはもう、もっともっとスペシャルな、ご報告がございます。10月の11日から、10月の13日、3日間ですね、なんと、私がプロデュースするアパレルブランド、アベンモアの、ポップアップストアが開催されます。もう本当に嬉しいんです。これはもう本当に嬉しくて、もう嬉しいんです。でしかもその会場がですね、なんとあの新宿ルミネスト3階ございます。新宿ルミネストでポップアップができるなんて、数年前の私からしたら想像もつかないことなので、本当にまだ本当に夢心地なんですよ、ぶっちゃけ。いやだよねみたいな、あそこらしいポップアップするの自分のブランドで
っていう感じで本当に不思議なんですけど、もうインスタグラムではご報告をさせていただいたんですけど、みんなから本当に温かい言葉をいただいて、待ってましたとか、絶対行きますとか、有給取っていきますっていう方もいらっしゃって、本当に嬉しいです。うんうん、すごい、これめっちゃチーズ、うん、そう、やっぱり雨もあってブランドが立ち上がってからみんなに直接触れてもらえる機会がなかなかなくて、もちろんいつかポップアップだったりとか、最終的には本当に私も店舗を構えられるぐらいの大きなブランドにしたいっていう思いはすごくあるんですけど、とにかくみんなに触ってほしいっていう思いが強くて、ポップアップも実際にもう結構前の段階からお話をしていて、で、何回かできます、ここでやれそうですっていうのはあったんですけど、やっぱりこのご時世っていうのもあってちょっとなかなか難しかったりとかできていなかったんですが、今回なんと本当に決まりました。いやー、もう本当に嬉しいですよ。で、まあもちろんこのご時世っていうのもあるので、もし来てくれる方も本当にご無理をせずに自分の体を優先していただければっていうふうには思うんですが、もちろん会場でも感染対策はバッチリ行うつもりなので、もし良ければ、もしご都合が合えば来ていただけたらっていうふうに思います。シュナタンも店頭に立ちますかっていう声が多いんですが、もちろん初めてのポップアップなので、みんながこう実際のベンモの服を見てくれたりとか触ってくれてるのを実際に見たいので、もちろん行きたいなっていうふうには思ってます。まあ、今回は新宿ということで都内で開催するっていう感じなんですが、またこれから大阪だったりとか、私の地元の愛知でももちろんやりたいですし、いろんなところでポップアップができるように、私もね精一杯これからも頑張っていきますので、今後ともアベマを応援していただけたら嬉しいです。もちろん新作もねご用意してますし、先行でお見せできるようなものもあるかなと思うので、そちらもぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです。みんなの応援がなければこんなことなんて絶対できないと思うので、本当に皆さん改めましていつもありがとうございます。みんなから結構コメントとかでも、シュナタンのおかげでファッションが楽しくなりましたとか、シュナタンがいてくれるから勉強頑張りました、お仕事頑張りましたとか、勉強の息抜きとか、お仕事終わった後にシュナタンの YouTube 見るのが楽しみですとか言ってくれる方もいるんですけど、いやもうね、こちらこそなので、本当にだって見てくれる方がいなかったら私こんな仕事できてないですし、まずみんながいてくれるから頑張ろうと思えるし、冗談抜きで本当に最初は趣味で始めたっていうのもあるんですけど、だんだんこうやっぱ見てくれる方がいることで、じゃあこういう動画も作ってみようかなとか、もう洋服の面だったらこういうデザインだったらみんな気に入ってくれるんじゃないかなとか、もちろん自分の好きを届けるっていうのを大前提のもとで、よりみんなにどうやったらうまく伝えられるかな、どうやったらみんながこう喜んでくれるかなっていうのを考えながら動画作ったりお洋服作ったりしてるので、感謝をしなきゃいけないのは私の方なのでそれは毎回思うんですよね、そういう言葉をいただくために。本当にこちらこそだよってめちゃくちゃ思います。あ、でポップアップもですね、ちょっとまだ詳しいことは発表できないんですけど、ノベルティだったりとかも考えているので、あと店舗限定のショッパーとかも今作ってて、その袋に入れてみんなにお渡しする形になるかなと思います。この機会にぜひぜひゲットしに来ていただけたら本当に喜びます。いやー、楽しみだな本当に。あ、そうだ、私ね、これ撮影してる日の一昨日、人生初のボトックスをね、ちょっと打ってみました。エラのところと、あと肩、ここにもね、打ったんですけど、まあ、想像よりも痛かったですね、ボトックス。まあ、ちょっとこういう話苦手な方は、すいませんなんですけど、筋肉をね、緩ませるものをこう入れていく感じなんですけど、結構ね、あ、なるほどね、みたいな。なるほど、こんな感じか、みたいな。最初この右のエラのところからやったんですけど、もう最初やった時、注射のチクとかもいつも美容針とか言ってるし、割と平気なんですよ、その注射は。なので、あ、最初チクってなった時に、あ、なるほどって思って、で、そっからボトックスをね、入れていくんですけど、入れてる時も、来てるみたいな感覚があるんですよ。で、しかもちょっとね、痛いんですよね、その入れる時に。筋肉注射みたいな感じか、考えれば。筋肉に注射するので、多分。うん、チキン照り焼き、炭火チキテリ。美味しい、これ。日本ありがとう。照り焼きありがとう。そう、まあそんな感じで。結構ね、痛かったですね。私は肩よりもエラの方が痛かったです。なんでだろう。ずっとこのエラがめちゃくちゃ気になってて、今まだ2日目とかなので、ちょっとまだわかんないんですけど、2週間ぐらいがピークで、で、3、4ヶ月ぐらい効果が持続するみたいな感じで言ってました。
私もともとすごい体に力が入りやすいんですよ。なんか力の抜き方がうまく分からなくて、だから水泳とかでもあれってやっぱこうリラックスすればするだけ浮いたりとかするじゃないですか。私昔からすごいその水泳が苦手で、どうしても力が入っちゃうんですよね体に。いや力抜いてくださいねとか言われるんですけど、全然抜き方分かんないから、力抜くってどういうことみたいな、どうやって力抜くんですかみたいな感じでずっと不思議に思ってたんですよ。やっぱそれでなんかこう肩とかもこう上がっちゃったりとかして、最近気づいたらこうはってリラックスするようにはしてるんですけど、本当に気づいたら上がってるんですよこうやって。そうだから肩もすごい凝るし、歯ぎしりとかも知らない間に噛み締めちゃったりとかしてると思うので、それで発達したりとかっていうので、それがね結構悩みなんですよね。どうやって力抜けばいいんだろう本当に分かんないんですよ。私は今悩んでいます。このピザをどうするべきか、食べてしまうのか食べまいか、どうすればいいんだ。これって本当にどうなんだろう、多いのかな一人で食べるのは。どうですか皆さん。私多分これ絶対一人で食べれるんですよね。こんなさ大盛り食べて、ピザって本当あかんのじゃないですか。どんぐらいが一人前なんだろう、むずい。あ、でそれ、さっきのその力が入っちゃうのでいくと、ね、これいつもどうしてんだろうみんなって思うことが一個あって、美容室なんですけど、美容室のシャンプーの時ってあれどうすればいいんだろう美容室によって違うかもしれないんですけど、割とこう後ろにガーって倒れて洗面台みたいなところにこうやって洗ってもらうじゃないですか。普通に洗う分には全然すごいいいんですけど、この後ろのところ、ここら辺を洗うときって、やっぱこう、頭持ち上げるじゃないですか。持ち上げられるときって、みんな、どうしてますか？まあ多分、大抵の方は、そのまま普通にリラックスして、何も考えずに持ち上げられると思うんですけど、私持ち上げられたら、自分で頭をこう、キープしてたくなっちゃうんですよ。全体重を任せてしまうとめちゃくちゃ重いんじゃないかとか、力をこう抜けないっていうので、わかんなくてどうしたらいいか。一回ね、それで、グイってやっちゃってた時に、力抜いていいですよみたいな感じで言われたことがあって、いや、力抜いていいですよじゃなくて、力の抜き方がわからなくてって思いながら、あ、はいとか言いながら、一応ね、任せたつもりではいたんですけど、任せ方が分かんなくて、任せようと思っちゃうと下にこうグイってやるのに力が入っちゃって逆に重いんじゃないかみたいな、すっごいもうそれでどうしようこれと思って、それがめっちゃ悩みなんですよ本当。なんならもう、あ、持ち上げてくださいの方が楽です。もうなんか変な気を使わないっていうか本当にあれはいつも困りますね。どうしたらいいんだろうと思って。で、なんか美容師さんによっても、持ち上げ方が違うじゃないですか。指でこう、持ち上げてくれるタイプの方と、手のひらを使ってこう持ち上げてくれる方のタイプ。私はね、手のひらでこう持ち上げてくれた方が、任せられるんですよね。こう指で持ち上げられてると、面してる面積が少ないので、なんかこう、不安というか、なんか、どこに、どうしたらいいんだろうみたいな。なっちゃうんですよ、ほんと。あれだけが本当にね、むずい。何回やってもらっても慣れない。でもシャンプーやっぱ気持ちいいのですごい好きなんですけどね。そこだけがいつも緊張します。緊張するんですよ。よし、リラックスだ、リラックスだ、と思いつつ。本当に難しいあれ。分かってくれる方いないかな。どうしようで、ピザ。食べちゃうか。食べよう。一旦食べ始めましょう。とか言って全部食べそうだけど、これ全部美味しいですよ。これおすすめ、ふわとろ日本、期間限定なのかな。前の動画で私変なね癖だったりとか不思議に思ってること話したと思うんですよ。そのコメント欄にも結構みんな私もですとか意外と多くて、特になんかわかんないけど文字書いちゃうとか結構みんな多くて、私もハート書いちゃいますとか星も結構多かったかな。あのコメント欄でうわ確かにって思ったのがあって、あ、これだ、人の距離の話めちゃめちゃわかる。お祭りとかの行列もコロナない時とかからこの前をちょっと開ける、距離感を保つために開けるから、その子の前が通り道になるし、後ろ詰めてくる人いたら縦に足開いてちょっとでも距離取れるようにするっていう方がいてめっちゃわかると思って、これ私もなんか並ぶ時とか結構前の人と距離を取りたい派なので、絶対にそこが通り道なんですよ。お祭りの時とかね特にそうですよね。必ずすいませんって言って取られて、でみんなそこ通っちゃうから、いやいやいや、いけないいけないみたいな感じになることがね多かったです。私も
足をめちゃめちゃ縦に開きますっていうのをめっちゃ共感できて、私はそれはエスカレーターとか乗るときに結構そうしてて、大体やっぱみんな一段とか開けると思うんですよ、知り合いじゃない限りは。本当にたまにですけど一段も開けずにピタって乗ってくる人いるじゃないですか。ちょっとなんかねやっぱいい気持ちはしないじゃないですか、後ろにピタってくっつかれて。なのであんま意味ないんですけどね、なるべく乗るときに片足乗っけます。で後ろ足を乗っけるのをめちゃくちゃ遅くしてこう多分意味ないんですけどあんまめっちゃこう足開いてなるべく後ろの足を残して乗りますまあ最初は意識的にやってたんですけども、最近は多分無意識のうちに多分やってると思う。まあエスカレーターつながりというか階段とかの癖で行くと若干こだわりなのかながあるんですよ私の中で。階段降りる時が結構メインかな。降りる時に前の人、私よりも前にいる人がいたとするじゃないですか。でその方が降りるこの足の順番、右左の順番あると思うんですけど、あれと反対で降りたくて、反対で降りてその人が踏んだ足跡を見てそこにこうぴったり気をつけみたいな感じで足が揃うように、足跡が揃うように降りたいんですよ意味わかんないですよね多分これ。これね結構小学校の時からそうやってて、小学校の頃階段とかあると思うんですけど、それでも前の子が降りた別の足で絶対に降りてこう足跡がこうピッて実際足跡なんかつかないんですけど、もう空想で足跡がこんな感じあるな、よし私はここに揃えるように降りるぞみたいな感じで降りてますいつも変な癖、何なんでしょうねこのこだわりというか、よくわかんないですよね本当人間って。これいるかな同じ方、いたらちょっとびっくりかも。こういうのとかもねあるんですよね。温め直そうかな、もう冷え冷え、ちょっと温め直してきます。熱い、熱い、じゃーん、温めてきました。熱かった、そりゃそうだよね。ラスト2枚。怖い、食べれちゃう。これは正常な食欲なのかな。でもなんか最近食欲また増えたんですよね。熱いな、どうしようかな。やけどしないように上顎。熱っ、うん、あったかいの美味しい私かいこでねもう1時間以上撮影してるんですよ。そりゃ冷え冷えなるわ。撮る前からちょっと冷めてたんだから。うんうんうん全く違うものを買うように美味しい。やっぱ温めた方がいいですねご飯は。でも私結構冷やご飯とか好きなんですよね。冷やご飯美味しくないですか。すごい炊きたてのご飯もすごい大好きなんですけど、また冷やご飯は冷やご飯で違う美味しさがある気がする。うん、よしラストだ。私やっぱこれが一番好きだったかな。やっぱ私もちもちが大好きなのでもち入りが一番好きでした。昔よく私朝ごはんに食パンの上にチーズか、まず食パンの上にチーズ乗せて、お餅乗せて、真ん中にドーンとお餅乗せて、でしらすかけて、でマヨネーズがかけて、海苔をバーってかけてトーストして食べるのすごい好きで、めっちゃ美味しいんですよあれ。なんかそれと似た味がする。うん、もう朝からお餅とパンのダブル炭水化物をぶち込んでましたね昔なんかお母さんが一回作ってくれたかなんかでめっちゃ美味しくて、だからよく自分でも作ってましたねそのトースト。じゃあラストいただきます。うん、超甘か。あ、もちろんサラダも完食です。ごちそうさまでした。いや、お腹いっぱいですわ。そりゃそうですよね、こんだけ食べたんですもんね私。いや本当私の食欲って恐ろしい。
ということで今回もですねちょっと雑談系の動画を撮ってみました。前回の動画で結構みんなから与えてほしいですっていうコメントをいただいていたので、今回も早速ですが第2弾をやってみました。みんなにねご報告もあったのでそれもお話ししたいなと思ってて、どうやって伝えようかなって思った時に、あ、この動画いいなと思ってこの動画でちょっと今回はご報告をさせていただきました。まあ、改めて言うと、あのオリジナルゲームの空振りを出せることになりましたっていうのと、あとポップアップを開催できることになったので、まあ、ぜひぜひそちらもねチェックしていただけると嬉しいなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。